ども、まあ、心室細動のメカニズムとして P 波は、P 波をですね、 P 波、QRS、T 波に分けたときに P 波はですね、心室で見るとどうでしょうか。心室で見ると P 波は心房の収縮なんですけども、心室は拡張している、まあ、心筋、興奮から全部が冷めてますよね、細胞が、心室の細胞は。だから刺激が来るのを待ってる状態です。 P 波の時は心房は収縮してますが、興奮してますが、心室は刺激が来るのが待って、全て細胞が冷めている状態、回復している状態です。なのでそこに刺激が入ると全て収縮に向かうんですね。なのでこの P 波のところ、まあ、QRS で刺激が入るんですけども、 QRS で刺激が入った時に心筋は全て興奮の方に向かうということ、全て興奮の方に向かうから収縮ができるんですね。収縮ができます。で冷めて、でまた収縮ができて、冷めて、その繰り返しなんです。ずっと冷めて興奮からまた冷めて収縮、興奮して興奮から冷めて、興奮して興奮から冷めて、これを交互に繰り返すから心臓は収縮できます。でもこの T 波のところがですね、ちょうどその冷める途中なので細胞が入り混じるんですよね。興奮している細胞と、まあ、回復に向かおうとする細胞と、回復してしまっている細胞、そこに分かれます。なのでここに刺激が入ると、ここに刺激が入ってもただ単に興奮に向かうだけ、興奮しているところに行ってももう興奮は興奮なので何も変わらない。ただここで刺激が入る、 T 波のところで刺激が入ると、そうですね、ここで刺激が入ると、はい、これが混ざってしまうと。この混ざった時にプル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 震えている状態になって、まあ、心房細動になります。じゃあ心房細動になったらどうしますか。これ心停止なんですね。心停止になったらどうしますかということなんですけども、ここではですね、除細動というものを打ちます、ね、除細動打ちますね、はい、ここ細胞でいったらぐにゃ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 刺激がですね、まあ、一律ではない、ね、規則正しく動けてない状態なんですけども、ここにですね、大きな、まあ、電気刺激を入れてあって、一回ですね、まあ、軽く、まあ、頭でいったら脳震盪みたいな、一回刺激を止めてあげます。で止めてあげて、その後に規則正しい、また心臓がですね、自分で規則正しくなっていくということで、一度ここに大きな刺激を入れてですね、その後にまた一からリセットさせてですね、こういう刺激に戻すのが、これが心室細動で除細動を打つということです。はい、ここに、まあ、ちょうどこれが、RNT が出てるんですね。 RNT が出てて、このまま VF に移行すると、でこの後に DC が打つと、ここで DC が入りました。この後に一回リセットされて、心臓が規則正しく動き出すということですね。はい、これを実際の手で見ます。今心臓が心室細動を起こしているので、今これは心臓マッサージと同じところですね。心臓を揉んでます。で今プル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 増えてる。これから DC 打ちます。ドンと打つと、こうやって規則正しくなると。1回だから大きな刺激を入れてあげて、そこでリセットをかけるということですね。ちょっとこれ動き悪いですけど、こうやってだんだんと動くようになっていくということです。はい、ここまでが初めの発種ということで不整脈検をやらせていただきました。はい、やったのはですね、 SSS、動不全症候群、それから房室ブロックで AF と、心房細動と、まあ、心室粗動ですね、そこの2つのところで PVC、ショートラン、RNT、VT、VFO 今やりました。だから PVC でだいぶね、 PVC のショートランも PVC だし、 RNT も PVC だし、 VT も PVC なんですよ。で持っててもこれ PVC のことなので、もっと少ないですね、初めのハッシュと言いながらも。でもこれだけのことをですね、まずやっていただくとですね、だんだんと不整脈を読めるようになります。でタディウス老師は十二誘導はもうすぐ読めるようになりますよって言ってるんですけども、不整脈に関してはすぐ読めるようになるとは言っておりません。これはですね、どうしてもこの8つをですね、積み重ねていかないといけないので、まあ、すぐ読めるというより、これはずっとやっていけば誰でも読めると。
でまずこの8個に焦点を絞ってですねやっていただければ、読めるようになるんじゃないかなと思います。そんな時間はかからないと思います。先ほど最初に、最初っていうか、あれを入れるかどうかですね、その定義ですね、定義を入れるかどうかです。その PVC だったら、まあ、こういう定義があるよとか、 SSS だったらこの定義を満たせば SSS となりますよと、それが言えるかどうかですので、これはですね本当にやっていけば読めるようになると思います。はい、でこの書籍にも書いてます、この8種類についてこれも書いてあるんですね。この8種類を先ほどの説明、まあ、したような感じでですね、ここにもまとめてあるということですね。 PVC を制するものが不整脈を制しますので、ぜひですねまず PVC を見ていただいてですね、それを PVC を説明できるというふうになっていただければなと思います。こんなにあるのも全部この8種類の組み合わせから できてますので、ぜひですねこうやっていただければなと思います。はい、心電図新世界セミナー谷口宗志です。今日はですね心電図新世界ワンデイ濃縮セミナーが動画教材になりましたのでお知らせいたします。この動画教材はサイトとして配信させていただきます。サイトにはですね十二誘導編、あと不整脈編、それからですね、ワクワクが止まらない13個の心電図のなぜという動画をお付けしております。ですのでいつでもどこでも、パソコンでもスマホでもですねまとまった動画を見ていただくことが可能となっております。そしてですねこのサイトにはですね、セミナー資料を、ね、問題集までですね、PDF を置いておりますので、その PDF はですねダウンロードして何回も何回も、コピー可能となっており、そしてですね、どんどんと問題を解いていってもらえればなと思っております。これもですね一緒にサイトの方にお付けしておりますので、いつでもご自由にお使いください。そしてですねこのサイトには、心電図セミナーだけではなくてですね、その他にもですね、あなたが心電図を苦手としているならば、それをですね払拭させるような、動画も一緒にお付けしておりますので、合わせて、ご利用していただければなと思います。ただいまこの動画教材心電図ホームスタディの、クーポン券を発行しておりますので、ぜひですね説明欄の方に行っていただいて、その、クーポンを手に取ってください。限定となっておりますので、早めにご登録よろしくお願いいたします。以上です。谷口宗志でした。